渋谷駅上に開業する複合施設渋谷スクランブルスクエア東棟が10月24日報道陣らに公開されました。渋谷スクランブルスクエアは単なる複合施設開発ではなく、耐油性の向上や防災機能の拡充など街や来街者の利便性、さらには国際競争力の強化に貢献するものであると。東急電鉄、JR 東日本、東京メトロによる共同プロジェクトで、施設は渋谷エリアで最高の地上47階、高さ約230メートルの超高層ビルになります。最上階にはパノラマビューが楽しめる展望施設渋谷スカイを設け、17階から45階にオフィス、15階には産業交流施設渋谷キューズが入ります。地下2階から14階は商業施設で、初出店新業態39店を含む計213店のショップとレストランが出店します。100年に一度と言われる渋谷の大規模な再開発の一つである渋谷スクランブルスクエアの開業は11月1日を予定しています。以上、渋谷経済新聞が渋谷からお伝えしました。